抜点です今日はこちら九州大学2022年理系第2問の問題を解説していきたいと思いますえ前回この問題初見で解いてましてこの動画ではもっと詳しい記述の書き方ですとか別のアプローチを紹介していきたいと思いますえまだ解いたことない方はここで必ず動画を止めていただいて自力で答案を書いてみてから解説の方に進んでくださいではいつも通り最初に解説の大まかな流れと最終的な答えだけ確認してから詳しい解説に移っていきますまず カッコ1、存在することを示せという問題ですけれども、まあ、実際に作るのが一つの案としてあります。まあ、具体的には求められないかもしれないですが、まあ、実際に作ってみて、存在しますよねということができます。実際今回ですね、右辺見てみると、どんどん時数が下がっていってるなということで、割っていけば存在することが言えそうだということが見えます。最初は xn 乗をこの塊ですね。これで割った時の小を qx。で、余りを rx と置くと、rx は2次以下ですねと。 じゃあその2次以下の項に対して x-α、x-β で割ると小は必ず実数になってで余りは1次以下になるよとでこの小を a と置くするとこういう形になりますで最後にこの1次以下の sx を x-α で割ったとき小も余りも実数となるのでそれぞれを bc と置けば全て代入して問題文の形が成り立つということで存在することが示されますでは括弧に ま括弧1で割り算しましたけれどもそこから具体的に小とか余りを求めていくのはつらいので具体的な値を代入することによって ABC を求めていくという作戦でいきます、まあ、常用の定理を思い出せるといいかなと思いますでまずは x フ α の因数が最初の3項全てに含まれているので x フ α を両辺代入すると C が求まりますで次 x ー β を代入すると最初の2項が消えて 後ろの2項ですね、a、が残ってくるのでこれで b も求まりますで最後に a をどうやって求めるかですがこの最初の項の2乗というものをうまく生かすと、まあ、両面演習で扱っていますこれは微分するとすごく考えやすい形になってというのも1回微分しても x ー β が因数に残るんですねなんですけれども a がくっついている項に関しては x ー β は残らないのでここに x イコール β を代入することで a を求めることができますこれで括弧2が終了です で過去3は少し難しいですが、まあ、極限値当たりをつけることはできてこれに関しては前回の初見動画で扱っていますで前回泥臭い解き方でやったんですけれどももっとです、ね、別のアプローチ、まあ、他の問題にも応用を聞くような解法というものをここでは紹介します過去2で求めた形ですねこちらだったんですがでこの右側の項これは分子が交代式になっているので β フ α で分母分子割れるなということで割ってみるとこういう形になります で、これを眺めていると、β マイナス α 分の fβ マイナス fα っていう形にできないかなっていうのを考えます。で、実際に fx というものをどうやって設定するか、どうやって思いつくかというのは後で詳しく解説をしますが、この形で置くと、a というものはこの形で表せます。で、fx というのは微分可能なので、この極限値、β を α に近づけた時の極限値は f'α になります。じゃあ、あとはこれを計算していけばこちらとなって、極限値が求まりますと。 いう流れですではここから詳しく解説していきますので分からなかった部分とかもっと掘り下げて聞いてみたいところがあれば重点的に見てみてくださいでは詳しく解説をしていきますでこの問題結構人によっては難しく感じる問題なんじゃないかなと思うんですが、まあ、初見でですねどう格闘したかっていうのは前回初見で解くっていう動画を出してますのでそちらを是非見てみてください、まあ、ここでは答案の書き方ですとか発想のアプローチっていうものを整理して紹介していきます まず1、カ存在することを示せっていう問題。存在しないことを示せだったら、まあ、これはよくあるテーマですけれども、配、まあ、り法を疑いたくなりますね。で、存在することを示せっていうのは、なんか具体的にその値を求めようではなくて、存在することを示せと問われている以上、まあ、具体的にその値を求められない可能性も高いんですけれども、実際に作れますよと言ってあげることが一つのアイデアとしてあります。なので、今回も、まあ、こういう形のですね、 QX とととか A とか B とか A B C っていうものが存在することを示せと言われているので実際にこうすればこれらの値これらの正式作れますよっていうことを言うという流れで進めていきますでこの式をどう見るかなんですが、まあ、右辺に関してですね Qx とか A とか B とか C 以外のところこの xαxβ の部分見てみるとこれどん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 時数が下がっていってますよねで最初は3時で2時で1時と っって言っているので例えばなんですが x の n 乗というものをこの3次式で割ればその小を q、x、と置くとあまりは2次以下になりますよね。であとはその2次以下の正式に対してまたこの次の xαxβ で割ってその小を a としてとやっていけば、まあ、実際にこういう q、x、とか a とか b とか c が取れますよっていうことは言えそうだなというのが最初の発想になります。 じゃあ実際にそれをどう等番に書いていくかなんですが xn 乗を xαxβ の2乗で割った時小を qx としますと今の考察からこの小を qx としてしまって OK だなっていうことはもう分かるんですねなぜかというと余りが2次以下になるのでそれは全部この abc の方に吸収させられるということでもここで小で qx を確定させてしまいますで余り rx と置くと rx は2次以下ですねと 二次の項がない可能性もあるんで二次以下ですねの正式となってきますなので整理するとこちらですねこういう形でまずかけるよとここでこの前半戦前半というかまた1項までですねここまでがまず固まりますじゃあ,あとはこの Rx のところをまたいじくっていきます流れは全部同様ですね r x 二次以下のものを x アルファ x-β という二次式で割った時小は必ずこれ実数になりますよね さっきは xn 乗が何次式か分かんなかったので qx っていう正式で小を置きましたが今回は2次以下のものを2次で割るので小は必ず実数で rx が1次であってもこれ小0ですよねなので実数になってますなのでこれを a と置けるんですねこの小は必ず実数であるっていうことは大事ですねこれがもし式になってしまった場合実数 a で置くことはできないので論理が破綻します実数なので a と置ける そうすると、余りはまた同様で1次以下になる。二次式で割ってるので余りは1次以下。なのでそれを sx と置きます。そうするとこちら。ここで a までは確定ですね。じゃああと2つ、b と c をどうやって作るか。これも同様で sx というのは1次以下ですよと。でこれを x-α ァという1次式で割ったとき、小も余りも実数になりますね。1次以下のものを1次で割ってるんで。 も余りもり実数なのでそれぞれ B と C と置くとこちらが成り立ちます。で以上1から3を全てまとめるとこちらですね。の式が成り立つので,で確かにこういう形を満たすような正式 Qx 実数 ABC が存在するということが示されます。これでカッコ1が終了です。ではカッコ2ですね。カッコ1で存在することを示させてじゃあ ABC を具体的に求めてくださいねっていうのがカッコ2の問題です。まあ、とはいえ カッ1でやってきた割り算をですね具体的にやって小がこうなるねとで余りがこうなるねっていうのを計算していくのは結構辛いですねまあ最初がそもそも xn 乗なんで地道にこの例えば最初3次式で割っていくみたいな作業は結構辛いですなので具体的な値までは、まあ、今の方法だとちょっと難しそうだなということが分かりますえじゃあどうするかなんですがさっき括弧1の最初でも話した通おり、まあ、どんどん実数が下がっていってるよと でここで思い出せるといいなと思うのは常用の定理ですね常用の定理って、まあ、割り算の形を式にしてですねで x に具体的な値代入してそうするとこの割る式と小の部分が0になって余りがすぐに求まるよっていう発想だったことを思い出しましょうえ常用の定理何だっけなっていう、まあ、知識に不安がある方は OK で常用の定理っていう辞書があるんで復習をしておいてください今回も x に特徴的な値代入すれば ここの QX ととととかとか B とか A B 消せるなっていうことに気づきます。例えばここに x α っていう因数がここにもここにもここにもあるんですね。っていうことは両辺に x イコール α っていうものを代入すれば右辺残るの c だけなんですね。っていうことはこれで c が出てくるなとかで今回 abc を求めたいんですけれどもこの q x っていうのは最後までようわからんわけですね。ななので QX をううまく消せるような 特徴的なな値を代入してていいくっていうのがポイントになりますつまりこの 9x を考えずに済むような値ってどういうものかというとこの左側ですね x α とか x ー β 2乗っていうものがここが0になるように値を代入する値を調整していけば abc が求まりそうだなという道筋が見えますじゃあ実際答案ここからですがまずは x=α ルを両辺代入すると c が求まりますとじゃあ次 b をどうやって求めるかというと これは x-β 着目ですねで。ここに因数があるでここに因数があるでここまで,で止まってるので x-β を両辺代入すれば qx とか a は考えずに済んで b と c だけが出てくるので,で c に関しては今求めているので b がこちらで求まります、まあ、アルファベータは問題文から異なる実数と言われているので β-α で割れますというものをここに書いていますこれで b まで終了じゃあ最後 a をどうやって求めるかなんですけれども これは式の割り算のところでよく出てくるテーマでしてつまり x-αx-β2 乗 qx プラス x-αx-β かけるまあ a ですねちょっと後ろ持ってきちゃいましたがこういう感じになってるよと xn 乗がなので今 x イコール α 入れた x イコール β 入れたどっちもここもここも0になっちゃうわけですねじゃあ qx を消しつつ つまり考えずに済むようにしつつ A を残すっていうことが難しそうだなって思うんですけれどもこの2乗に着目しますで実はこれ2乗があることによって、まあ、両辺を X で微分して代入するとうまく Q x を消して A を残せますでこれに関しては両問演習 1A2B の第34問目で扱っているので、まあ、このテクニックというか考え方ですねまだ触れてない方はそちらを先に見てみてください、まあ、ここではさらっといくと、く 今の式の両辺を x で微分すると左辺はこれで右辺に関してはここが積の微分になってくるんですけれども大事なことは何かというと x ー β の2乗だったわけですけれどもそれは微分しても x ー β を因数に持ちますよねなので微分してもここに x−β は因数残るので x イコール β を代入するとそこが全部消えてくれるということがありがたい一方で a がくっついてる項に関しては これ微分すると x-β を因数に持たなくなるのでなので a は残るということでこちらまあ b に関しては今求めているので a についての情報が得られる式が出てきますこれを解いてあげると a はこちらとなってカッコ2が終了ですまあこの2乗ですねこれをうまく活かして値を代入するっていうのはまあよく式の割り算のところで出てくる発想なのでまあ理系の方は特にですね、この微分の方法を身につけておくと 割と素早く処理できる問題っていうのもありますなのでぜひ身につけておいてくださいでは最後括弧三3ですね、まあ、これは少し差がつく問題かなと思いますが、まあ、極限値で、まあ、当たりがつけられるときはつけたいですね解けない全化式の極限の問題で、まあ、関数が絡んでてですねこう移動を追うことでだいたいここに行くなっていうのが見えたりしますけれども、まあ、そういう感じで今回もどういう値に収束しそうかどうかっていうのは、えー、当たりがつけられます つまりベータがアルファにどんどん近づくっていうことでベータをですねアルファに変えてあげて今回の割り算を考えれば極限値っていうのは実は当たりがつけられますでこれに関しては前回の初見動画で扱っているのでそれを見てみてくださいであとは前回ですね、まあ、初見動画では今から紹介する解放ではなくてもっと泥臭いつまり今回 A ってこういう式なんですけれどもベータマイナスアルファを分子に作りまくって、まあ、二項定理で展開しまくってゴリゴリやるっていう方法を 使ってて、まあ、答えは一致したんでですすけれれどもそれで解いています、まあ、なので初見のですね頭の使い方とか、まあ、力技でゴールまで到達するみたいなことに関しては前回の動画でやっているのでここでは扱いませんじゃあここではどういう解説をするかというと別の汎用的な他の問題にも役立つような解放というものを紹介していきます、まあ、前回の泥臭い解き方よりもスマートに解けるので紹介したいと思います A、まあ、こちらですよと まあ、そもそもここで通分するかどうかっていう判断も、まあ、初見だと結構難しいんですけれどもまずこの第2項に着目をしてみますこれ分子が交代式なんですねで交代式の場合ってこれでいうと βn 乗マイナス αn 乗ですが β マイナス α を因数に持ちます、まあ、理由が分かんない方はですね OK でぜひ復習をしてみてください交代式っていう辞書がありますそうするとこれ1個割れるんですよね分子分母 なので、ベータマイナスアルファでくくれるなっていう、通分がしやすくなるなっていうのが見えます。そうすると、インス分解すると、こちらですね、ベータマイナスアルファが出て、あとは、ベータの n マイナス1乗プラス、アルファが1個出てきて、ベータを1個減らす。っていうのを続けていって、最後はアルファの n マイナス1乗となってきます。で、ベータマイナスアルファで割って、通分すると、この丸五式ですねで、こちらが得られます。じゃあ、これを、 ベータを α に近づけた時の極限値っていうものを求めていきたいわけですがここでの発想としてはベータマイナス α っていうこの分母の形ですねでしかもベータを α に近づけていくよということでこの微分係数の定義式の形に持っていけないかなっていうのを考えますつまりまあ fx をですね微分可能な関数だとしてベータマイナス α 分の fβ マイナス fα A をこの形に持っていければこれは F'α とししして求められれるんでですね。これはよろしいでしょうか。数学3特攻シリーズも極限第4問目で扱っているのでこの両問演習を復習してくださいそこで丁寧に扱っていますなのでその発想を使って分子をなんとかこの fβ-α の形にできないかなっていうのを考えますでここからはこの関数 f を探す旅ですね この分子のこれをうまく Fβ-Fα にまとめられるようなそういう F を探す関数を探しますでこれは答案上出てくるところではありませんこれは問題用紙とかですね、まあ、自分で考察していく部分なんですが考え方は何かというと β が今回変数なわけですね α が定数ですでこの変数 β が α に近づいていくっていうことで変数 β を集めますつまりどういうことかというと今回 考えたい式こちらなんですが β が絡んでる項っていうのを1つにまとめますでマイナス αn-1 乗とでこっちを fβ こっちを fr にしたいなっていう考えですねでなんで β でまとめたかというとこの fr にしたい方にここに β が入っていると β を α に近づけていった時に fr っていうものも動いてしまうことになるのでおかしなことになってしまうんですねでなので定数は α であるっていうことを考えて まあ左側に α 入ってるのは全然問題ないんで変数 β を1つにまとめてこれを fβ とするという考え方が必要になりますじゃあこれを fβ にしたいってことはそのまま β を x に変えて fx イコールこういう形にすればいいなということが見えますそうすると fβ がこの上の形になりますねまあ念のためですねここから fα がちゃんとこの αn-1 乗になるかどうかっていうものも確認しておきますまあこれならなければ 極限値存在しない、まあ、発散することになってしまうので念のためこれを確認しておくと n-1×αn-1 乗マイナスこれあと全部 α の n-1 乗が出てきてこれ何個あるかっていうと n-2 個ですねということで αn-1 乗になりますなので今やってきたことを振り返ると fx をこの形にすれば この分子というものは Fβ-Fα という形になってくれますということが分かりましたじゃあこの Fx どうやって取ってきたかっていうと今の発想ですねベータ変数 β をまとめてこの左側を Fβ にしたいなでこの右側を Fα にしたいなとで今回変数 β なのでこの Fβ の方の β を x に変えれば Fx というのが出てくるという流れですよろしいでしょうかこの Fα から出発すると変なことになりますね でここから例えば fx というものを xn-1 乗としてしまうと f ベータはこの上の形にならないですよねでここは注意してくださいあくまでもまあ変数はベータとしてこのベータを x に変えたものを fx とすればこの f ベータと f ァが作れますという流れをぜひ理解してくださいでそれを踏まえてここからが答案で答案上はですねいきなり fx が登場します、まあ、これ本当 過去問解説とか読んでてえってなる部分なんですけれども当案上はもうそういうものを取ってきたよっていうところから話が始まりますつまりここで fx をいきなりどうとこちらと置くと今の a の式というものは β フ α 分の f β ス f r で表せますでここから微分係数に持っていきたいんですが確認しないといけないのは fx が微分可能かどうかですね自分で置いた関数なので確認が必要ですで今見てみると、まあ、これ いわゆる多項式の形になっているので2の実数 x で微分可能ですなので a の β を α に近づけていった時の極限値っていうのが収束して存在してそれは f'α ですよということがバシッと言えますじゃあここから考えることは何かというとこの f'α を求めることにつきますでそれは fax 自分で今決めたんで f'x 計算して代入すればいいですねじゃあ f'x はっていうとこちら なので、ここに x イコール α 代入するとこちらでこう,うまくですね n ス2プラス n ス3プラス点点点で1までいってかける α n ス2乗となってくくれますでここは等差数列の形になっているので計算してこちらで、これを地道に計算していくとまあうまくですねくくりながら計算を楽に楽に進めていくとこちらの形が得られるので求める極限値は二分の1 n × n ス1 かけるるは n-2 乗となることなこが分かりますでカッコ3の最初に話しましたが当たりをつけておいて必ずその当たりに一致するかどうかっていうのを最後妥当性のチェックとして確認してください。であとはまあ例えば時間があればですね小さい n で実験したりとかっていうのも、まあ、今回 n っていう一般的な値でやってるので有効になってきます。 まあ特に極限の場合は、やっぱこの当たりをつけてそれと一致するかを見るっていうのが割と有効です。当たりがつけられるときはですね。まあ、今回は問題の設定で、β、まあ、をどんどん α に近づけていったときに、β、まあ、イコール α ルとしてしまって、a の値がどうなるかっていうのを見ることができるので、まあ、それで当たりをつけることができます。まあ、これは前回の動画を見てみてください。はい、いかかったでしょうか。まあ、結構抽象的で なんか文字もたくさん登場しして難しい一問かなと思いますす、まあ、特に括弧3ですかねなか,なかこうパッと見てわかる極限の形をしていないので、まあ、どうにか知ってる道具に行きつけないかなっていうことで、まあ、さっきの微分係数の形が出てきますが、まあ、実際自分が前回初見で解いた時のようにそれを思いつかない。 ケースもあるので、まあ、そういう時でもま力技で不定形を解消できるようなまあ、そういう力もつけていってもらえたらと思います。では、今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。